はい、神宮球場で2試合、ヤクルト対阪神を解説させてもらいました。まあ、2試合見ての印象は、まあ、タイガース強いなと、本当にどこからでも得点できると、そして誰かがまあその、まあ、活躍するというんですかね、日替わりヒーローといいますか、ですからまあ相手から見たら本当にこうどっからどう崩していいのかというふうなことを感じるような、そういう2試合になったと思うんですけど、まず5月4日ですよね、ヤクルト田口、阪神西との投げ合いでしたけど、まあ、田口は今シーズンね、ヤクルトに移籍してきたんですけど、まあ、非常に神宮球場ではなかなか結果が残せていないと、まあ、今季から神宮球場のマウンドが少し変わりましたんで、ちょっとこう馴染めてないというんですかね、まあ、そういうふうな投球内容が続いてたんですけど、まあ、初回、まあ、近本がね、初球またセンター前と、開幕2戦目を思い出すようなそういうふうな形で出ていったんですけど、まあ1回2回3回とチャンスを作りながら、まあ、ダブルプレーでなかなか得点できないというふうな中ね、まあ、3回はマルテがね、非常にまあ粘っこくといいますか、まあ、今シーズンマルテ非常にまあ選球眼がいいということは、やはりボール長く見て、ポイントを引きつけてコンパクトに振ると、まあいうふうな打撃が目立つんですけど、まあその近本の、まあ、ショートゴロを西浦がエラーして、近本が走った、糸原とのラインのヒットと、まあ非常にね、勢いがつく攻撃になって、まあやっぱり近本が塁に出て、近本が得点上げるというふうなね、まあタイガースの得点パターンというのはやっぱり非常に、チームに勢いがつくなというふうなことを感じました。まあ、選手権取ればね、ほぼ負けないという、もちろん先発投手の安定感、そしてスワレスにつなぐ中継ぎ陣のもう安定感ですよね。まあそういう中、5回にですね、西浦にまあホームラン、そして田口にも内野安打打たれて、中村のサードゴロですよね。まあ二塁走者が田口ということもあって、あまりああいう風なプレーっていうのは起こらないんですけど、まあ三遊間の当たりを大山が取ってランナーが飛び出したもんですから、ショート中野がサードベースに入るところに送球したんですけど、まあそれが悪送球になってヤクルトに得点されたと。そして山田村上というところに、山田ですね、それにまあレフト線に打たれて、計3点と、まあ、いうふうなところで、まあ、逆転許したんですけど、まあ、今シーズンやっぱりいいのはすぐにね、反撃するというふうな、まあ、田口に対してまた2アウトから、梅野がフォアボールで出てですね、まあ、中野昨日3安打、プロ初ホームラン打ちましたけど、しっかりつないで、まあ、代打のヨーカーと、まあ、昨年まではね原口という切り札がいたんですけど、まあ、今季は糸井であったり、まあ、このヨーカーというのが非常に代打で使われることが多いんですけど、まあ、ヨーカーというのもね、どっちかといったらこうスロースターターといいますか、ボールを見てから行くタイプなんですけど、まあ、こう代打という、前回も言いましたけど、まあ、マラソンと 100m 走のような全くこう競技が違うというふうな、中ね、まあ、代打で初球から、まあ、田口のちょっとこうインコースミクル、まっすぐカット系のボールですかね、それを見事にこう左中間に、同点タイムリーと、まあ、こうやってすぐにこう反撃できる、また使った選手がやっぱりこのベンチの期待に応えれるというふうなところは、まあ今シーズンのタイガースに出ても見事やなというふうなことを感じました。また相手のミスは許さないというふうなね、ところも好きじゃないというか、相手からすると非常にミスできないというふうな、そういうプレッシャーをかけて戦えるというふうなことを感じます。またそこからはですね、まあまだ防御率 0.00 の近藤からね、マルテが結果的には、勝ち越しホームラン、そしてまたちょっとねピッチャーのレベルが落ちたら、もうそこから、ね、6回7回8回9回で9点ですか。まあ神宮球場に行けばね、打者は打率ホームランを稼ごうというふうな、気持ちになると思うんですけど、まあ非常にまあその辺もコンパクトに、まあ、9回なんていうのは4点、まあサンズが3ボールからのアウトコースの一番好きなところをね、左中間にホームラン、そして佐藤も大振りにならずに逆方向にホームランが出るというところはね、本当にこの打線の状態がいいなということを感じました。また昨日3安打しました、ルーキーの中野、まあ、バッティングばっかり注目されてますけど、非常にまあ守備も堅実ですよね、まあ、ルーキーですからもちろんミスもあるんですけど、非常にまあ見ていてもまあ安心して見てられるというふうな、守備、また左ピッチャーのインコース高めのね、坂本の投げた あそこをこう本当にライトへコンパクトに、そして回転でね、持っていったというふうな見事なホームランでした。まあしばらくこれで中野がスタメンを張っていくんだなというふうなことをね、思わせるような一振りホームランになりました。まあそういうことで、初戦は
いい形で勝てたと。まあ、対象したね、次の日というのは、特にまあ神宮の場合は本当に気分よくね、打席に、試合に臨めると思うんですけど、ちょっと強風でですね、ちょっとこう曇り空でなかなか、集中しにくい、そういう風な試合前だったと思うんですけど、まあ奥川という、注目の2年目のね、若い投手、まあタイガースは、まあここちょっとこう2試合勝ちがないですけど、安定感抜群の青柳ということで、まあ、今回も先に点をね、取って、それもツーアウトから糸原、近本糸原というところがね、フォアボールで繋いで、そして、まあ、マルテがね、しぶとくライト前持っていって2点先制すると。まあまあ、これで、タイガースのペースだなというふうなことを思ったんですけど、まあ、ヤクルトも5回ね、サンタナフォアと、まあ、いうふうなところ、そしてまあ、うまくバンドをね、まるで殺したんですけど、まあ、山崎にタイムリーというふうなところで、まあ、1点返されて、そしてまあ、結果的にはまあ、8回にも、青木のね、内野安打で、まあ、同点に引き分けになってしまったんですけど、まあこの試合、ちょっと見てると、練習見てたら大山そんなに悪くない、バッティング見てると悪くなかったと思うんですけど、まあ試合中も三塁線のゴロをね、ファーストでちょっとワンパウンド送球、ツーバウンド送球になって悩んだにしてしまったりですね、まあ途中で交代したんで、まあどっかこう肩かどっか悪いのかなと思うようなね、ことがあったんですけど、まあその代わりに出た、また山本というのが、まあ粘ってね、12球、3球投げさせて、まあフォアボールを取ると。まあこういうふうな必死の姿勢ということは、非常にまあ矢野監督好みというんですかね、まあには結びつきませんでしたけど、非常にベンチにいてくれると助かる選手だなということを、まあ、感じました。まあ、あの代打問いのところですよね。7回ですか、佐藤がヒット出て梅野送って中野三振の後の糸井の初球、まあ、もちろん佐藤これからねいろんな経験を積んでいけばいいんですけど、あの場面で牽制をされるということが、あれはあの様子を見ようじゃなくてさせると思って二遊間は狙ったと思うんですね。ということはやはり佐藤にちょっとした油断好きというのがやはり相手の二遊間に何か伝わったと思うんですね。もちろんアウトになることもありますし、アウトになったからといって、消極的になることもないですけど、まあ、バッターが糸井というところだけにね、まあ、あの糸井の打席というのは見たかったなというのもありますし、あの場面の牽制をやっぱり投げられるというところで、まあ、佐藤は、反省してほしいというふうに思います。そして、まあ、先ほど言いましたけど青木のね8回の同点タイムリー内野安打ですけど、二遊間の打球、まあ、セカンド中野が、うまくこう逆手に取ってジャンピングスローをしたんですけど、まあ、あれはもう青木の執念もあるんですけど、あれはやっぱり中野が、まあ、ショートからセカンドに行って、守備位置が変わって難しいところあるかは分かりませんけど、一連の流れでね、あそこはアウトセーフに関わらずベース上にしっかり掘らなきゃいけなかったと、掘ってほしかったと、一番そのバウンド的にも跳ねてきてですね、投げやすい、そういうふうなバウンドになったと思うんですけど、まあ、あの辺、これから中野にはね、あれをアウトにできるようなプレイヤーになってもらうことをね、まあ、期待したいというふうに思います。今シーズン初めて、昨日引き分けに終わりましたけど、まあ表の攻撃で、負けなかったと、まあ、いうことも大きいですし、まあ、今のタイガース大きな連敗をね、するというふうなことも考えられないと。ただ、大山がちょっとね、まあ先日も積極的な休養というふうなことが発表されてましたけど、まあ今日もゲームの途中で変わったということで、ちょっと心配ですね。まあ前回も言いましたけど、開幕して1ヶ月、このゴールデンウィーク、各チームとも毎年はこの9連戦ということなんですけど、まあ今年はコロナの影響であって、なかなかその飛び飛びのね、日程になりまして、選手もこうコンディション、という面では楽だったんじゃないかなというふうに思います。ただまあ、ある程度暖かくなってきましたんで、まあ、ナイター、そしてデーゲームというようなところが続きますんでね、その辺しっかり、体調管理してもらって、大きな怪我さえなければね、この勢いが続くと思いますんで、まあ、選手は自分の体調管理、まあ、調子どうのこうのよりも、今体調管理さえすればね、そんな大きな一気にこう波が下がってくるようなことはないと思いますんで、まあまあ安定した戦い方からしばらく続くんじゃないかなと、まあいうふうなことを2試合見て感じました。